おいそこんにちは、アメリです。今回はサルニエンシスデフォルメ使っていきたいと思います。リーダースキルが強いです。落ち込んなしのドロップ5個消し、何でもいいから消すと22倍のダメージ 70% カットの固定500万。前回ね、月曜日ダンジョン出した時にウルトラマンレオ持ってないよわーって言われたんで、じゃあもうレオ使わないよギャーって言ってサルニエンシス使います。はい、ということで今来てるキャラクターなら問題ないでしょう。はい、という感じで今回はこの編成でやっていきましょう。今ね、今週レアなドラゴンが確定演出、はい、ということで月曜日はレスドラゴンで、火曜日が千里ドラゴンでみたいな。でエリスドラゴンって何するねみたいな話なんですけども、このブレスレットを使う素材になります。首飾りとか耳飾りとか、なんか身につける系の武器を作るときにそのレアなドラゴンの素材、奇跡が必要になってくるので、ぜひね、持ってない方は作っとくというか持っておきましょうっていう感じになってます。で、編成としてはこんな感じで、エース上にシアトつけてます。スキルレベルはマックスにした方がいい、サボってるだけ。はい、とにかく覚醒無効を、まあそうだね、4ターンぐらいで打っていけるようなキャラクターをアシストしてあげてください。別に武器じゃなくてもいい、本体でもいい。例えばマーベルで登場した、まああんまりあいつ属性変えるからなあいつでもいいけど、まあ、3ターンとか4ターンとかでいるじゃん、最近覚醒無効解除できるキャラ。まあ、その辺を採用してあげればいいんじゃないかなとか思ってます。で、杯、上には太郎つけてます。自動回復をまあ3つぐらいパーティーで用意してあげれば問題はないかなと思ってます。無効貫通2ターン継続できるキャラです。太郎だったら無効貫通上溜まっても問題ないので採用してます。で、シバドラ一体はエリちゃん、まあ自動回復なんでつけましたぐらいです。エリちゃん別に必須じゃないです。もうなんならアシスト取ってもいい。で、遅延全振りで、こちらも遅延全振り、モア対策で。で、上には白ひげつけました。お邪魔耐性だけ100にしてあげてください。虫竜の木のやつがやってくるんで。で、シバドラです。ダメージ吸収対策です。アシスト以上ナイス。で、デフォルメのサルニエンシスをフレンド枠マームをつけております。ここはね、エンハンスプラスも交換図あるとまあ便利かなと思います。じゃあまあいいかな、参りましょう。はい、いきます。2周ぐらいする。エリスドラゴンは何回出るかわからないので、まあ、1から9のどっかで出るかな。はい、行きましょう。シバドラ打っていくだけです。もうとにかくもう立ち回り言うことは別に、あ、まあちょっとあるかな。シバドラ打ってってボス前で無効貫通スキルを打って入るが一番いいんじゃないかなと思うけど、はい、ここでシャート。ただね、ゼローグっていうね、汚物が出てくるんですよね。あいつね、覚醒の効果の無効貫通どうのこうのって感じなんで、まあマームのスキルが一番いい。うん、マーム3ターン無効貫通するからな。なのでかなりいいと思います。あとはまあ杯が下がらなければ OK だから、マームじゃないわ。あと、モアってやつがさ、遅延ランダムでやってくるんですよね、あいつ。1からなんぼやってくる ?10 ぐらいやってくるんじゃなかったっけ。なので、そこの対策でね、遅延されてもいいように無効貫通打った状態で潜入していきたいんですけど、あ、待って、ミスった。ちょ、ルーレットうざ。抜けたけど。打たずに入って、杯打つでもいいかもしんないね。上しっかり溜まっとけば。ほい。で、ここはエリスドラゴン出ました、今回。で、エリスドラゴンに関しては一回まあ思いっきり削ります。で、思いっきり削ったら半分時にゼウスバースにリーダーを変換されますので、ゼロコンボ3回やっていきます。もしくはシアトとか、スキルレベルが重たい人にとってはここで1コンボ1コンボしてスキルを貯めるっていうのも手段かもしれない。はい、OK。で、6回、ムキムキが来ます。ルーレットがね、結構来るんで、ね、そこだけめんどくさくはあるけど。まあ、若干ですね。はい。で、次もね、またムキムキが来ます。さらなるムキムキが登場するんですけど、ここは固定ダメージのみで沈むので、フレンドの、500万でいきます。これがいいんすよ。この枠が必要なんですよ。ここで無効貫通スキルなんて打ってられないので。はい。で、8階層がダメージ吸収かな。アポカリプスきます。ここは一番右のシバドラのダメージ吸収潜在で OK だから、これ逆にしちゃうとリダフレ
副属性のエースが最後火力出しちゃうので、副属性が火じゃないキャラクターを採用するか、もしくは、ダメージ吸収振れるようなウルトラマンレオをフレンド枠に採用してあげる。はい、じゃあここでこれ打ちます。ここでもう無効貫通マームを発動しといてぶっ飛ばすと。これね、エンハンスも意外といい役割しててね。あ、これザコだ。あのね、ゼローグ結構硬いっすからゼローグ結構硬いんで、本気で殴らないとむずいかもねっていう感じになってますんで、これで終わり。ちょっともう一周していきましょうね。なんかすごい無難なやつ出ました。こいつ一番ザコ月曜日ダンジョンで一番ザコ。はい、ということで、これ大体3分30秒ぐらいで回ることができるかなっていうところになっておりまして、ほら3分33.3秒。ちなみにこれ言うと、さっきも3分33.3秒、すごくね、同じタイム 0.1 秒違うこともなく。でもガンホンコラボ引きすぎてガチちょ待ってよ。ということで、スタミナもないので、じゃあこれでもう一周やっていきましょう。3分33.3秒の壁が越えられないっていう。ゼローグ出ると時間かかるけどね。モアかゼローグ出てほしいな、ボス。シェヘラザードとね、あと水の竜はね、めっちゃ無難だからね、出なくていい。オッケー。まあ、シバドラね、ここがダメージ上限系の解放触れるんだったらね、それでもよかったんだけど、ちょっとどうしてもモア対策で遅延振っとかないとめんどくさいので、やつは。まあ一応ね、ダメージ 70% カット何でもいいからつなげてるの耐久ができるから、まあそこでなんとかなったりするのかな、どうなんだろう。きついかな。モアでも最近のキャラクターでいけば耐久できそうじゃない。はい、喋ることがなくなった喋ることがなくなりました。なくなりましたよ。広島は雨が強いですけど。で、あ、出ましたね。とりあえず、じゃあここで一回ポンやって、ランキングダンジョン、そういえば皆さんやりましたか？固定杯なので、ぜひね、クリアするだけでも参加してもらえれば、僕らも順位が上がってハッピーなんで、やってください。1、2、3、はい、 OK。よっ。で、後悔。あ、向こうの敵出ましたね。じゃあ、そうだな、まあ杯の上太郎打つか。ほい、杯打たされて、だからあれだな、ゼローグはね、出たら10コンボちょっと意識した方がいいかも。本当に杯とエースの火力欲しくなると思う。本当にマームのエンハンスいくらかけてるとはいえど、ちょっとどうなんだろう、その辺は。ほんとギッリギリ残るよ、あんまり1コンボ崩すだけとかしてると。経験者は語る。7階層ムキムキ。昔はこいつでランク上げてたのが思い出されるよ、こいつ見るとね。いや、昔なー、これとかドラゴンラッシュで俺確かランク上げてた気がするわ。デビルラッシュとか覚えてる？デビラランク上げ時代あったよな。マジあったよな。あんなサレーネとかいなかったって確か。何で上げてたんだ俺全然思い出せないけど、何かでランク上げてた。プラスはね、金継ぐ降臨よ。プラス集めは金継ぐ。待って、なんか残ってんだけど、なんでなんか残ったんだけど闇決めた俺もしかして、さっき。バカだね。待って、また闇決めてるじゃん俺、学ばない男。ちょっと、闇決めちゃダメよ。学ばない男すぎるでしょ。闇決めちゃダメだって。じゃあこれで、マーム打ちまして。よし。さあ、なんか面白いやつ出て、違うやつ出て、ほい。
お、ゼロちゃん出たじゃん、ゼロちゃん。買ったえの出たよ、買ったえのが。覚醒向こう来ます。で、とりあえず、シェアと打つやん。シェアと打ち。待って、なんで？なんで？ちょっと待って。違う。もう、今、芝ドラ押したって、俺。芝ドラ押したって。あ、俺、操作感のところで崩そうとしたからだ。もう、最低、本当に。はい。で、結構硬いんですよ。今、貴族性だったから、まあ、いい感じに削れたんですけど、で、無効貫通が切れそうなんだけど。無効貫通が。はい、杯打ちまーす。で、ここは、ちゃんとね、コンボしてあげた方がいいですよ。ということで、はい。火になって、ほい！はい、まあ、重視しとけば、問題なく抜けるかなっていうところになってます。結構硬いんでね。まあ、そんな感じで、周回してもらえればいいんじゃないかなと思います。もしかしたら、モアの遅延がこれでもハマって、シバトラが打てない状況になるかもしんないけど、もうそれに対しては僕らは遅延8個しか触れませんから運営に文句言ってください。はい、まあそんな感じでシバトラを使った、サルニエンシス採用の月曜日ダンジョン周回編成でした。よかったらね、参考に組んでもらってエリスドラゴンね、集めておきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。